あなたのハートを射止める HKT48 の太陽になりたい2000年生まれの13歳、メルこと私もメルです。よろしくお願いします。2000年の1月7日生まれです。ジョン・セイドは尊敬できる人、よくわかんなくなっちゃった。なんか誰にでも尊敬される人、朝派で夜派お母さんとかメンバーとかとお出かけしたりとか、家族でお出かけしたりとか、と本屋さんには毎回行ってます。今日も3冊買ってきました。がむしゃらに頑張る場所、目標、夢を持つ場所、卵のようなところ、口癖はお腹すいたです。メリーちゃんは小学校の2年生ぐらいからで、フォアチンは小学校の5年生ぐらいからです。メリーちゃんは羊で、フォアチンは動物園が、ちょっとフォアチンはどっかで一目惚れして買ったんですけど、白いクマさんのお人形さんです。はい、研究生武道館はとても楽しくて、研究生は本当にみんな夢の卵のような存在で、みんなでがむしゃらに踊っていたのがすごく印象的で、最後はもう会場が汗だくっていうか熱気に包まれる武道館コンサートで、そうみんな研究生のみんなともすごく仲良くなれて、そういういいコンサートだったんじゃないかなと思います。